はい、この度はご視聴いただきましてありがとうございます。本動画の撮影並びに編集をしております古谷と申します。発車までしばらくお待ちください。本電車は急行京都行きです。信号が青になり次第発車です。扉が閉まります。ご注意ください。はい、橿原神宮前駅発車です。大和槍までは各駅に停車いたします。あと、ま、車掌さんは乗務されているんですが、車内では、自動アナウンスとなっております。ではちょっと読めないなっていうぐらいちょっと難しい漢字が使われているので、ちょっと駅名表がちょっとね、駅名表が。はい、うねび御陵前駅発車です。味気ないですね。最終的には自動アナウンスになってしまうんでしょうか。
This is Yagi-Nishiguchi. Station number B40. 左側の扉が開きます。ご注意ください。The doors on the left side will open. Please be careful.この駅から見る、向かって左側の線路なんですが、これは近鉄大阪線につながっているそうです。用の3200系が停車いたしております。橿原線内で、ね、停車している場合は地上用として使われており、京都橿原神宮前間を走行しております。近鉄大阪線は乗り換えです。この電車は京都行き急行です。次は俵本に停まります。この駅数時間後大変なことになります。その時は上にリンクを貼るってナレーションで入れておきますんで、まあ興味がある方はそのリンク先見てくださいと。はい、大和八木駅発車です。次は俵本です。ありがとうございます。この
ゼロ番線、京都とか、それがゼロ番線、その時に2番になるんです。2番、3番。左側の扉が開きます。ご注意ください。The doors on the left side will open. Please be careful.元でございます。田原元線はお乗り換えです。発車してから、しばらく過ぎたところにある線路は田原本線から来ている線路になっております。ユーザー鉄通過いたしました。この先にある駅なんですが、私が、以前撮影の時の、あの張り紙にあった人身事故のあった駅がこの先にございます。2016年12月12日に人身事故が発生した駅がこの先にあります。
若干は、見通しが、まあ、カーブしているので見通しがちょっと悪いかところを狙って飛び込んだんじゃないかなっていう、まあ、憶測です。このことはググってくださいね。これ以上はちょっと倫理的に問題があるんで。The doors on the left side will open. Please be careful. から伸びている分岐線があるんですが、これはあの普通電車の直通大和西大寺と天理の間を往復している電車が使っている線路になっております。お知らせがございます。京都市営地下鉄烏丸線の全面展望撮影を行う予定ではございましたが、近鉄3200系の、右側の窓の遮蔽幕を完全に締め切られてしまいましたので断念し、今後一切京都市営地下鉄の撮影を行わないという旨を表向きとして出させていただきます。何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。万が一許可が下りる、もしくは京都市営地下鉄側から打診があって撮影を許可していただけるといった場合においては、こちらの方はあの願ったりかなったりですので、あのもし京都市営地下鉄 の職員の方で、もしこの動画のこのメッセージをお聞きになられた方がいましたら、ぜひともあの概要欄にありますメールアドレスまで、そうですね、部署名、氏名、電話番号、直通番号です。直通番号を、メールで、私の方に送っていただければ、こちらで日程調整などをさせていただきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。案内は以上でございます。お耳汚しになられた場合は申し訳なく思っております。
それでは以上となります。注意フォーメーションということで、ではそれでは引き続き全面展望の方をお楽しみください。失礼いたしました。郡山駅でございます。この駅から約東徒歩10分の場所に、JR 郡山駅がございます。あまりお乗り換えはお勧めいたしません。実際距離としてはだいたい25、6分ほど歩いてかかります。ここから先ナレーションを一旦停止いたします。全面展望をお楽しみください。Thank you.
阪神の車両と間もなくすれ違います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良かった、いいなと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いいたします。引き続き近鉄京都線全面展望に続きます。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは失礼いたします。Thank you.